ポポポーまあ、それにしてもね、この桜を見る会、安倍首相がね、あのー、 出て、あの、著名人とかタレントと一緒にね、写真撮ったりしてる桜を見る会の問題をですね、まあ、これ、えー、共産党の田村智子さんがね、まあ、先週国会で追及してですね、それがえらい問題になってると。まあ、これ何が問題なのかというと、そのやっぱ安倍さん、この桜を見る会に安倍首相の講演会の人たちとかね、 え、地元の、あの、議員さんたちの講演会の人たちを多数招待していたと。え、いうことで、これはその安倍首相による私物化なんちゃうかと。いうことで、安倍首相が先頭に立ってですね、公的行事、え、そして税金を私物化してるんじゃないかっていうのが問題になっていると。 えー、まあ、実際にね、今までその1766万円、えー、この桜を見る会に予算をかけてたみたいなんですけども、まあ、来年度はですね、それを3倍以上の5700万円に、えー、概算要求として、ね、増やしていると。まあ、いうことでね、これ何なんだっていうね、まあ、その菅官房長官はテロ対策とか、 え、混雑緩和のための措置と言ってるんですけども、まあ明らかに、えー、おかしいなと、あの普通のね、一般国民の感覚としてはね。 いやもうこれは本当にもう、なんて言うんでしょうかね。もうこれ野党もね、えー、共産党だけがね、まあいつも追求してるっていうのは、まあよくある光景あったんですけども、まあこれ他の野党もですね、えー、これ買収疑惑なんじゃないかと、国民民主党の玉木さんがそういうふうに言ったりとかですね、まあ本当にそのいろんな野党もですね、あの、首相講演会への便宜、 えー、公演会の人たちに便宜が図られてるんじゃないかという疑惑で今後も追求するとで。今日もあの、えー、大きなチームで、えー、野党はね、なんかすごく、あの、なんていうかね、も おおっと、勢いがついてるって感じなんですけども、まあ、その一方でね、この安倍首相のこの桜を見る会に、えー、参加した地元のですね、周南市長の藤井律子さんっていう方ですか、藤井律子市長で、山口県議の友田田本さんというかね、 えー、今までこう桜を見る会に、ね、貸し切りバスで新宿御苑に向かったとかですね、えー、10メートル歩いたら山口県の人に会うとかで書,書いてた、これ、集内所の藤井律子さんですね。えー、ブログに書いてたのもですね、その田村智子さんが追及して問題になった11日ですか、昨日の時点ぐらいですかね。昨日突入の時点でブログを削除してると。これは何なんだと。 え、それも証拠を消してんのかなっていうね。 えー、なんか、やましいことがあるから、ブログをですね、わざわざ削除したのかなと、うん。これがね、一般人じゃなくて、やっぱ市長とかですね、県議の立場で、そういうことを消すっていうのはですね、やっぱそれについての説明責任っていうのもいるんじゃないのかなと。10メートル歩いた山口県の人に会うっていうのはですね、これはもう明らかに、えー、山口県の人をですね、 あの、優遇してるとか、山口、安倍首相の地元の山口県の人をですね、いっぱい呼んでいるっていう、まあ、証拠なんじゃないのかなと思ったりすると。でその名簿もですね、なんか破棄し破棄したというか、ないとかね。 え、言っていたり、ま、ほんといろんな問題があるんですね。ほんでこう桜を見る会にも前夜祭っていうのがあるみたいで、まあ、そこでもですね、どういうふうにお金が使われているのかと。えー、まあ、そこに関して、周南市長の藤井律子市長はですね、記憶があんまりないと。え、いや、そう、おやらおかしいなということを言ってはるみたいなんですけども、まあ、だからこれは本当桜を見る会、これも安倍首相の の直結する問題ですからね。安倍首相が先頭に立って、税金をですね、あの、自らの、えー、自らに近い人たち、山内県の人を集中的に呼んでいたとするのであればですね、これ安倍首相の責任っていうのがですね、やっぱ問われるんじゃないのかなと。うんと、なんか田村智子さんがね、あの、激しく追及されてたたまたま国 今回の,あのなんかテレビで、えー、見たんですけど、まあ、数分やったの。いや、やらい、すごい、あの田村さん、激しく追及してるなぁと思ったら、あ、こういうことやったんやなっていうのがね、まあ、あのよくわかりましたけども、もやっぱその問題やろと。えー、その、功労者とか功績のあった人を呼ぶっていうのがですね、これ、講演会の人たち、何の功績があったのかなっていうね。 安倍首相の,あの近い人たちを当選させたという功績で読んだとかね、いやそういうのだったら、ますますダメだろうっていうね、税金の私物化だろうという指摘がね <laughs>、されてもおかしくないんちゃうかなと思うんですけども、まあ、ただ、あのまあ、これがね、野党が、もう野党はもう、もうすごい追及しようということ。 に、えー、なってて、それはいいと思うんですけども、まあ、それによってですね、えー、解散総選挙も近いんじゃないかと。あの、年明けの解散があるん、あるんじゃないかということを、まあ、安倍首相をね、応援している、えー、応援してらっしゃる 3K、富士三 k グループの勇敢富士が書いててですね、あると、あるんじゃないかと、えー、いうことをね、あの、書いてて、いや、本当にあるんちゃうかなっていうね、 あの、これ安倍首相に直結する疑惑ですから、本当に、あの、これ以上ね、安倍首相おかしいおかしいと。またその森友だったり、加計学園みたいなね、あの、そういう問題と同じようにして語られていくと。ね、しかも、えー、つい最近はですね、安倍内閣の閣僚が辞任、二人もしたというね、一週間のうちに、えー、っていうことも考えるとですね、まあ、やっぱ空気の流れが悪いと。 えー、まあ普通やったらもう来年のね、あの、オリンピックの後に、あの、解散の可能性が高いんじゃないかと言われてたんですけども、いや、そうなってくるとね、まあこれ本当枝野さん、立憲民主党の枝野さんも桜を見る会での解散、えー、桜疑惑解散があるんじゃないかということも、あの、指摘しててね、まあこれ本当野党はですね、 桜を見る会の、えー、問題をね、追求するのもいいんですけども、まあ、一方で野党共闘の強化、えー、衆院選が行われた時のね、年明けに衆院選が行われた時の、えー、その準備っていうのがちゃんとできてるのかなっていうね、まあ、そこにも、ま、僕は不安を感じるんですけども、まあ、そうなってもいいようにね、やっぱあのー、野党共闘きっちりすると。 いうことがね、あの、大切なんちゃうかなと。んと、桜を見る会でね、解散ということですから、えー、僕は桜を見る解散と、え、いうふうに、あの、名付けたいなと、え、思うんですけども、えー、どうでしょうかということね。まあ、そんなことはね、<laughs> そんなことはどうでもいいんですけども、いや、いやでもそれにしてもね、僕はちょっとこれ、あの、 なんて言うんでしょうかね。華やかなね。あの、芸能人をいっぱい横に、はべらして写真撮ってるっていうね。でしかも僕は前もね、あの、喋ったんですけども、あの、安倍首相のすぐ近くにですね、この鍋おさみさんがいるっていうね。これなんでっていうね。それはもう安倍さんのお父さんのからですね、鍋おさみさんっていうのが、 え、付き合いが深いと、いうことで、なんかそれで呼んでらっしゃるっていうのもね、まあ、その基準っていうのもすごいなんかね、僕は引っかかるもんがあるんですけども、まあ、なべおさみさんって言ったらね、えー、なんか芸人と、なんか役座についての話とかの本も変えてらっしゃるということで、まあ、そういう方をね、あのー、呼ぶのは、こういうね、その、税金を使って呼ぶっていうのは、 あの、適当なのかどうなのかっていうね。いや、そこもすごく僕は疑問があって、やっぱ桜を見る会ってたら、え、鍋おさみさんっていうね、それがすぐ浮かんでくるんですけども、いや、普通の基準からなんで鍋おさみさんかなっていうのもね、あの、思うんですけども、まあ、そこも、えー、今後、ね、国家の予算委員会ですか、まあ、そこで明らかにね、されればいいんじゃないのかなっていうふうに、いや、思うんですけども、いや、 あの、どういうことうと、最近ね、上級国民という言葉が、えー、流行語にもなりましたけども、いや、どういう基準で呼んでんのと、山口県の人だけを、あの、安倍首相に近い人たちの、こう、政治家の講演会の人たちを呼ぶっていうのはですね、これは、えー、何なんかなと、なんで融合されてんのかなっていう疑問はね、こう率直に、 えー、みんな思うとこだと思うんですよね。まあ、そういう意味でもね、まあ、そこの説明責任とはっきりしてほしいなと。菅官房長官はね、また問題ないって言ってるんですけども、いや、問題あるんちゃうのと。で、二階幹事長はですね、なんか他人事のようにあんまり興味がないとかって言ってるっていうね。いや、そこもどうなんだろうなと。やっぱその、まあ、ネットでもね、批判をいっぱいしていると。 えー、いうことでね。まあ、いろんな著名人からの批判的な投稿も相次いでいると NHK には書いてるっていうことでね。まあ、政治家の方、いろんな方が。えー、どうなんだろうっていうね。これを問題ないと生きてしまう安倍内閣の菅官房長官こそね、やっぱ僕は問題があるような気するんですけどね。やっぱ安倍さんと一緒に菅官房長官ね。 えの問題というのもですね、やっぱりちょっと引っかかるところがあるなと。まあでもそれによって、解散総選挙が年明け、1月に解散されるみたいなことも出ているみたいなんで、まあ野党はですね、まあ追求すると同時に、え、引き締めて野党共闘で、 解散総選挙、いつあってもいいようにですね、頑張るぞというところを、まあ、国民に見せていただきたいなというふうに、えー、思いましたけどね。うん、チャンネル登録よろしくね。